こんにちは、アマゾン輸出サポーター堀秀夫です。シンガポールアマゾン輸出、2019年10月からアマゾンシンガポールが物販を開始しました。でね、シンガポールで販売しませんかという、メールが来てたんでね、試しにセラーアカウントを作ってました。そしたらね、いろいろと、優遇されてるし、特にね、シンガポールアマゾン始めてもそれほど負担になることもないだろう、むしろメリットが、多いんで、始めてみることをお勧めします。新しい国のアマゾンは、規制も少なく優遇もあるので、何しろ参加することをお勧めします。日本アマゾン、アメリカアマゾン、オーストラリアアマゾンでは儲からない商品も、始まったばかりのシンガポールアマゾンなら稼げる可能性があります。日本アマゾン、アメリカアマゾン、オーストラリアアマゾンでは出品許可が必要な商品も、シンガポールアマゾンなら出品できる可能性があります。日本アマゾン、アメリカアマゾンでは即アカウント停止になる商品も、オーストラリアアマゾン、シンガポールアマゾンなら販売停止以外のお咎めなしです。シンガポールアマゾン、アカウント登録、商品選択、納品設定、発送方法、中国語と英語でも質問への翻訳サポートサービスをします。これね、アマゾンからの連絡が、中国語で来たり、シンガポール中華系の方が多いんで、おそらく購入者も、英語より中国語の方が、話しやすいということで、中国語で問い合わせをされる可能性もあると。ただご安心ください。中国語のネイティブの方も、ちゃんとサポートをお願いしてますんで、中国語で来ても、やり取り可能です。アマゾンあるいは購入者から中国語が質問に来ても、この返事をコピーして返してくださいというのを渡せるんで、何の心配もありません。それから2012年12月まで、だから今年の12月まで FBA の月会費はかかりません。だからね、とりあえず登録して始めてみてもね、お金はかかんないと、いまいち商品が見つからなかったら別に商品を送らなきゃいいだけの話ですし、商品見つかったら送る、オーストラリアアマゾンで儲かった商品、シンガポールでも儲からないかなと思ってみたら、儲かるじゃんという場合にはシンガポールにも一緒に送ればいいと。逆にオーストラリアで儲かってたんだけど売れなくなっちゃった、あるいは差額がなくなっちゃったというような商品をね、シンガポールじゃどうなのかなとか、シンガポールじゃまだ差額が取れるじゃん、その場合はシンガポールに送ればいいというふうにするとね、効率よく、稼ぐことができるんで、同時並行で作ってみることをお勧めします。でそれからシンガポール、アメリカのアマゾンと比べて販売手数料も低い。このようにホーム製品はアメリカ 15%、 シンガポール 10%、 おもちゃなんかだと、アメリカが 15% かシンガポール 8% と、その他の、商品 15%、 10%、一律低いんでね、やっぱりこれは、非常にいいなと、稼ぎやすいんじゃないかなというふうに思います。販売手数料や FBA 手数料も日本アマゾン、アメリカアマゾン、オーストラリアアマゾンよりもシンガポールアマゾンは手数料率が低いです。それから、じゃあシンガポールアマゾンやってみますといった場合にもね、サポートの会費、現在の会費にプラスして、じゃあいくらですというのはありません。現在受けているのと同じ、オーストラリアアマゾンでサポートしている内容と同じものをね、シンガポールアマゾンにもプラスしてお付けします。ですので、やらなきゃ損。新しい市場はいち早くね、やっぱりね、いろいろと市場をテストしたい。そしてできればね、よその方が入ってくる前に、もう私のところのね、サポートを受けてなきゃノウハウがなくて無理ですよということでね、そういう状態にしたいんで、どんどんサポートしますんで、興味がある方お気軽に声かけてください。人口も増えてる、手数料率も低い、それから月会費も無料になってる。でやろうかなと思った時にはサポート費用も、追加料金かからないということなんでね、ここまで揃っていれば特にやらない理由はないと思いますので、皆さんどんどんシンガポールアマゾンも並行して始めてね、オーストラリアとシンガポールアマゾンで、今年は、稼ぎましょう。コロナウイルス、ひどい騒ぎに世界中なってますけど、今のご時世でこういうことを声を大にして言うことはできませんけど、コロナウイルスのおかげでアマゾンはすごい躍進してます、購入者増えてる。だからね、今年もう在宅で何やると、
アマゾン輸出やらないで何やりますかというぐらいのチャンスなんでね、まあ、今年は、商品探しをコツコツ続けてね、アマゾン輸出で儲けていって、まあ、良い年末、来年良い正月を迎えられるように頑張りましょう。また、シンガポールアマゾン始めたいです。どうサポートしますか？あるいは何か感想あったらね、どしどしお寄せください。お待ちしてます。アマゾン輸出サポーター、堀秀夫でした。